ジャンル・イルドルフ・アガシーは、スイス出身のアメリカ合衆国の生物学者、地質学者、ヌーシャテル大学教授、ハーバード大学教授、ウォラストン・メダル受賞者。一般に、氷河時代の発見者として知られる。前後間からなる、化石魚類の著者としても知られ、ジョルジュ・キュビエなどの学者の地遇を得た。海洋学者のアレキザンダー・アガシーは息子。 旧戦スイスフランに描かれたルヤガシー1906年のサンフランシスコ地震で落下したアガシーノゾースイス、フリブール州出身。チューリッヒ大学、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学などで教育を受け、エアランゲンニュルンベルク大学より博士号を取得。初め地質学、教科学に関する研究を行っていたが1846年、渡米し、 1847年が四州国沿岸測量局の調査船で観測する機会を得て、以後、海洋学の研究に没頭した。数度にわたる西インド、南米沿岸の調査でドレジによる低生生物の採集を行い、その調査から太陽と大陸は太古と変わらぬ位置を、締め高級的な存在であるという説を出した。水産学に対する貢献も大きく、 またチャールズ・ダーウィンの進化論に対する有力な反対者であった。書物ではなく自然を学べという名言を残す。1836年には地質学の業績によってウォラストンメダルを受賞した。1837年、スイス自然科学会の年次総会において氷河時代について講演した。内容は北半球全体は一つの巨大な氷河であったと発表したので、 会場は、騒然とし、反対意見を多く論争は3日間続いたという。後に、ヌーシャテルの講演と記憶されるようになった。アガシーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルイアガシーを示すのに使われる。エドマンド・ブレア・ボールズ、2006年、93校から101校。ありがとうございます。